って、まあ、各選手、まあ、少し緊張感も混じるような一戦でもありました。結構こうボンちゃんが Y チーム、持田チームにこうやり返すときってゲージがやっぱあるときなんで、ええ、序盤戦苦しいですよね、うん、ここをどう耐えるか、はい、さあこのグランドファイナル、セミファイナルは3巡目の中堅戦へ。ミルダムビースト YH 持ち、対するは V6 プラスハグロート G ボンちゃんの組み合わせ、見ていきましょう。さあ序盤やはりこの伸びた手をボンちゃんがこう刈り取るようなスタート、うん、いやしかし前に入るとクラッシュカウンター、期待、いやカウンターいきなり痛すぎる。開幕のダメージ細かくダメージは取っているんですが、大きな一打は取れていない状況。いやー序盤にしてはかなり痛いダメージですね。そうですね、攻めにくそうな感じにしてますよね。さあボンちゃんはかなり苦しい、体力はどっと前に近づくことすら許されないラウンド。ゆっくりヨガ OK 久しぶりに言いましたね。バックジャンプ弱パンチでスタンバで、やっぱどうにかしてやっぱ前に行って通さないと、まあ、きつそうな組み合わせですよね。カリン側どこかリスクを背負うと、こうやっぱり持ち側も中パンチ中キック、ダルシムの中パンチ中キックにはボンちゃんもこう差し返すタッチパンチができているんですが、それに対して強キック、強キックにはボンちゃん飛ばなくてはいけないんですが、飛んだ時だけ中足でしたね。こう読みを通せない僕の中足、持ちもフルゲージ。さあこれでまたしてもほぼ被弾なしの持ち、なんとか、なんとかですね。しかしジマックスちょっと怖い仕込みもあるが、どう入っていくボンちゃん、チャンスになったか。そうですね、画面の端ゲージはマックス、ゲール1点読み、橋が入れ替わった、一人が床もいる、テレポート前に来るところは抑えている、持ちが強攻撃あと一発耐えるかどうかというところまで追い詰めた。いや千人ニュートラル来ましたよこれ、どうする、苦しすぎる、この境地にどう立ち向かうか、ボンちゃん上待っている、徹底的に待っている、ダイヤシー勝負の一択、時間も少ない、橋までは来た、勝負の一択どこに出るか、空対空、空連携、しかし後ろ側のジャンプ、位置が入れ替わってしまった。そうですね、時間も少ない、前なんでどうする、次この男虎視眈々と狙う、しかしそこの上を行く、勝負の一手でしたね。そうですね、しっかりとこう起き上がりに技を重ねていればボンちゃんの勝利でしたが、もう持ち側にやっぱ V ゲージがあったのが大きかったですよね。そうですね、技をガードさせてしまうと V リバーサルで返されて押し返されてしまうという駆け引きの中で、ワイチームは勝負のリバーサゲイルをしていきました。その前のやっぱ位置入れ替えるようなテレポがかなり勝負のだったんじゃないかなと思いますね。あそこ地味に EX ゲイル実は打っててゲージ失っているんですけど、そうですね、入れ替えられたのが大きかった。やっぱり対空をさせにくくしようとしてあの動きになったと思うので、まあ、ゲージを払ってでもとにかく端から逃げる選択肢を取るんだっていう、まあ、そこがこう危ない場所だというのはしっかりと理解できているという上でのこの選択肢。さあただカウントリードをしているのは YH 持ち、ボンちゃんはまたこの最初のラウンドゲージがない状況をどう耐えて勝利まで持っていくか。ボンちゃんも苦しいながらね、こうチャンスをこう手繰り寄せるようなプレーは出ているんですが、倒しきるには至っていない。ただ先ほどは勝利を見せているボンちゃん、この組み合わせスピリットがダメなんですか、殴りつけるか。ここは仙人の手足が伸びてくる、ボンちゃんを阻んでいく、上ここもダメか、地上空中どこがいける、橋まで追い詰めた、ここがチャンスの前です。ただ先ほどは早い中で脱出、入れ替え徹底する、この先は見えている、どうする、早く触れないと、触れないですね、一発被弾もダメ。ボンちゃんはゲージを貯める、次のラウンドのゲージ欲しいか、ウィリバーサル、端についたが距離は遠い、
まとめる待っている。さあマッチポイントは YSC 持ち。壊れてない時だけ狂気打ってるんですよね。和田のチョイスが、はい、いや押してきますよ、ね。はい、カウンターから打ち込んでいった、はい、よし、うまくダウンまで持ってきたが、ヨガサンバースト序盤の体力リードを返していく。ヒットしている、ガス入れ替え、危ない、燃え燃えたから炎、いやあ、ここでガード、王の元に集いし、この島根の仙人が決勝へのあと1点まで届かった。いや、うまい、シャネ、いや、これがもう本当にやりたかった、ダルシム対カリンの組み合わせでしたね、ただ、立ち強キックを1回も飛ばれてなかった気がします。